FM 十津川を聞きの皆さん、こんにちは。6月30日金曜日11時となりました。今日も福祉情報発信番組ラジオファミリアのスタートです。さて、スタジオ外は曇りで、そしてまたパラパラと雨も降ったりやんだりと、慌ただしく傘を差したり閉じたりの皆様が見受けられます。お出かけの皆様は折りたたみ傘またはね、傘を持って行かれると良いでしょうね。後ほど天気予報でもこの不安定なお天気のことをご紹介していきます。お伝えしていきます。さて、今日で6月30日、6月も終わり、後半が始まる2023年です。少しずついろいろなイベントも再開してきて、7月は大忙しの取材三昧となりそうですけれども、6月の17日にも、モレラ東戸塚チャリティープロレスが行われました。被災地復興支援のチャリティープロレス、4年ぶりの開催でした。このチャリティープロレスプレゼント、サイン入り T シャツプレゼント、今日の番組の最初のところでご紹介していきますので、メモのご用意などしてお待ちください。今日のラジオファミリア、主なラインナップです。スモールコミュニティのつながる翼メインのコーナーは、この番組を応援し続けてくださっている大久保先生の今大切なこと、不安イズムについても大久保語録ご紹介してくださいます。ラジファミ伝言版は、今日は自転車の事故のこと、少し前から平戸のひまじいからいただいておりましたこのこと、ぜひとも皆様に伝えなければいけないという自転車のすれ違いの事故、本当に怖い思いをしたという、そんなお話紐解いていきます。妙法寺のほおずき市のプレゼントもここのコーナーで、さらに妙法寺の掲示板ポラリスみちこちゃんから今月の掲示板の内容を教えていただきました。福祉イベント紹介コーナーは、7月15日に行われる戸塚夏祭り、そしてその前日、毎年恒例7月14日のお札巻き、このことご紹介していきますね。それではチャリティープロレス、現在は Vimeo でも見ていただくことができます。配信していますチャリティープロレス、たくさんの皆様に来ていただきまして本当にありがとうございました。感謝の気持ちを込めて、大日本プロレスプロミネンスの選手の皆さんのサイン入り T シャツをプレゼントします。応募は簡単、メールアットマーク fm-totsuka.com にチャリティープロレスプレゼントと入力し、氏名、住所、電話番号、番組や FM 戸塚への感想、プロレスに関する興味などのメッセージを明記の上、メールにて応募してください。本日6月30日の24時が締め切りとなります。先着順での受付とさせていただきます。ラジオファミリア、スタートいたします。この番組は、東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、その人らしく生きることを支援している社会福祉法人光、一人一人の笑顔のために日々活動している社会福祉法人芳香会、以上3社の提供でお送りします。6月最後のラジファミスタートです。今日の1曲目のジャズ、ウォーターメロンマン、ハービーハンコックでお届けしました。時刻は11時6分を回っています。それではここからニュース、そして天気予報と続けてお伝えしていきます。最初の読売新聞ニュースです。梅雨前線の影響で、日本列島は今日から明日にかけて、今日30日から7月1日明日にかけて、日本海側を中心に警報級の大雨となる可能性があります。7月2日以降も西日本を中心にまとまった雨が続く恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の氾濫などに警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、
今日午後6時までの24時間降水量は多いところで九州南部200ミリ、東海150ミリ、中国関東甲信120ミリ、東北100ミリと予想されています。気象庁は南海上の高気圧周辺から前線へ湿った空気の流入の度合いが非常に強いと説明、28日から近畿や北陸などで相次いだ局地的な大雨ですでに地盤が緩んだり河川が増水したりしているところがあるとして警戒を呼びかけています。次のニュースです。プロ野球の結果です。昨日は3試合が行われました。阪神対中日は阪神がヒット14本の猛打で8対0で勝ち、6カードぶりの勝ち越しです。1回に前川のタイムリーなどで2点を先行すると、その後も着々と点を加えました。中日は攻撃がつながらず0点に抑えられました。広島対 DeNA は5対3で広島が勝って今シーズン最長タイの5連勝です。今シーズン初登板だった先発の野村は6回無失点の好投です。 DeNA は3連敗となりました。ソフトバンク対楽天は3対2でソフトバンクが逆転勝ちしました。4カード連続の勝ち越しです。2点を追う8回近藤がスリーランを放ちました。7回を投げて4安打無失点に加える好投を見せたもののリリーフ陣が崩れました。以上、読売新聞ニュースお伝えしました。続きまして天気予報をお伝えしていきます。それでは天気予報です。今日は最初に相模湾に面している横須賀市佐島のお天気カメラの映像、波は穏やかですけれども残念ながら十字の方向に富士山は見えません。それでは横浜地方の今日と明日をお伝えする前に、神奈川県東部には現在強風注意報、波浪注意報が出されています。雷注意報は現在解除されています。外境からお伝えしていきます。前線が下中から朝鮮半島付近を通って日本海へ伸びています。神奈川県は曇りで雨となっているところがあります。今日30日は前線が日本海から北日本に伸び、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで時々雨となるでしょう。それでは横浜地方の今日と明日です。今日30日の金曜日は南西の風のちやや強く曇り時々雨でしょう。今日の降水確率はこの後夕方6時まで 50% です。そして夜は 40%、 日中の最高気温は30度まで上がります。明日7月の1日土曜日は南西の風やや強く、後南の風、曇り夜雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うところがあるでしょう。明日の降水確率は今晩深夜0時から明日朝6時まで 20%、 午前中は 30%、 午後 40%、 夜は 50% と徐々に高くなっていきます。明日朝の最低気温は25度、明日の日中の最高気温は29度となっています。ジメジメとした日が続きますけれども、水分補給も忘れずにお互いに声を掛け合いながら過ごしたいものです。以上、天気予報をお伝えしました。時刻は11時12分に今なったところです。それでは平和を願う歌、今日は64回目となります。今日は命の名前、平原綾香でお届けしようと思っています。未来の前にすくむ心がいつか名前を思い出す、叫びたいほど愛しいのは一つの命。
時刻は11時14分を回ったところです。それではここからはスモールコミュニティのつながる翼のコーナーです。今日はこの番組をずっと支え続けてくださっている大久保総合内科クリニックの久保院長先生にインタビューをしてまいりました。今大切なこと、そして大久保先生からの報告、そして不安ニズムお伝えします。お聞きください。さあそれでは今日も、いつも大切なことを私たちに教えてくださる大久保総合内科クリニックの大久保先生にお話を伺いに、参りました。先生からまず一つ皆様に報告があるそうですね。はい、今回実は6月の10日にですね、横浜市医師会の会長選というのがありまして、僕自身思うところがあって立候補をしてたんですけども、まあ、残念ながら結果としては落選ということになりました。まあ、現状ね、やっぱりコロナ抜けるところで閉塞感っていうのもありましたし、みんなどのくらい意識してるのかなっていうのもあって、こういう主張でいろんなことを変えていきましょうと。いうんで、特に僕言ったのは若いドクターがなかなか活躍できる場がなかったんで、はい、やっぱり経験を積んでくれって言われちゃうんですよね、うんうん、でそこが結局経験積んだら人間って変わっちゃうんで、せっかくいいアイデア持ってる方でも組織の中でそのやり方で慣れちゃった時にはもうそれはやっぱり変えないでいきましょうに変わっちゃうと思いますんで、うん、まあそういうことにならないうちに若い方がどんどん活躍できるような仕掛けを作っていかないと、これ医師会に限らないですけどね、はい、いろんな組織がそういうふうに変わってきてると思うんで、うん、まあ先鞭切ってと思ったんですが、まあ、まだねそれは徐々に変わっていくんだろうと思いますけど、僕がいないから止まるということもないと思うんですが、今後期待ですよね。で僕はしばらくは市の医師会の職は退きましたんで、戸塚区の医師会ではね、はい、副会長職っていうのを残していただいてるんで、まあ、その中で地道に戸塚区の中でやれることをやりたいと思ってます、はい。まあ、もう確実にでも一石を投じたと。そして何かもう先生のホームページ大久保総合内科クリニックのホームページには YouTube もね、先生新しくどんどん取り入れて皆さんに分かってもらうための工夫がいろんなところにある、まあ、こういうことこそが医師会でも大切ではないかというふうに先生思われたということの立候補だったんですね。そうですね、うん、今回Facebook とか YouTube みたいなもんでも、はい、出して YouTube の動画なんかはうちの娘高校生ですけど、うちの娘の友達にちょっと手伝ってもらって作ったりして、そういうものの重要性ってのがすごいあるなと思うんです。要するに医師会ってその選挙はですね、横浜市内の200人弱の先生方だけが投票権持ってて、その方がするんですけど、全部の入っている会員さんが投票するんじゃないんですね。やるわけではないんです。その代表として選ばれてる代議員の先生方だけが投票権があるっていうシステムですね、はい、うん、だけど本当医師会の会員の先生方みんなおよび一般の方々にね、うん、医師会のでどんなことやりたいんですよっていうのをアピールするっていうのも僕は重要じゃないかって思ったし、まあそういう場でやっていろんな方にやってますよっていうんでホームページとかそういうところで出してますよって言ったら、まあ見てくれる方もいて、大体僕の同級生なんかもみんな見てくれると、うん、なるほど、子供の頃からそういう感じでやってて変わってないねっていうのは、うん、応援するよって言ってくださる友達もいてね、それはそれで意味があったなと思うんです。はい、それではここで改めて、どうも、大久保総合内科クリニックの院長してます大久保です。よろしくお願いします。はい、この先生のどうもが好きでねとてもこうね親しみあふれる、本当にお父様がね町のお医者さんだったっていうところが先生の原点だってね、そうですね、お聞きしていてね、うんうん、往診に行っている先生ってことですよね。
うちの父はすごい医者ぶらない医者 で、本当に昔からいる友達と麻雀したり釣り行ったり写真撮ったりっていうのすごい大好きで、お医者さんぶったところは何もなかったです ね、そのお父様を見ながらということで、はい、まあ、今回いろいろねその選挙にあたって先生の感じいたところとか、やっぱり選挙ってそういう場に立って初めて思ったのは、人に評価をもらうっていう辛さがすごくあって、やっぱり関係ない方であればみんな手放しに褒めてくださいますよね、頑張んなさいって。だけどやっぱり票を持ってて対立候補がいたりすると、そういう方ばかりではないわけで、すごく批判的な方もいるわけですよ。その時に、あ、そうか、批判されるんだっていうのが気持ちが少しがっくりしてしまうところもあって、もう本当に5キロぐらい痩せちゃったんですけど先生、直接そういうコメントをその場でっていうことだったりするんですね。やっぱりね、降りてみるとずっとそんなこと言わないで継続してきちんと少しずつ変えるっていうやり方も一つの正しさだなってこともちょっと実感しましたね。なるほど。大久保五六っていうのがねいくつかあってね、もう本当にハグザライフ、命を抱きしめようというラジオファミリアの前身のね、この番組の名前もね先生が作ってくださいましたけど、今回はフアンニズム、フアニズムっていう言葉をね、はい、おそらく今後コロナを抜けてきて、みんながみんな少し希望を持ち始めたところではあると思うんです。やっぱり閉塞しちゃってる時代っていろんな人がね不安に思っちゃうために、本当はもっと力強く進まなくちゃいけないんじゃないのっていうのに、やっぱり無理だよっていう人の声が大きくなっちゃって、やらないっていうことが多かったような気がするんですよ。で結局それは誰かが号令かけるっていうんじゃなくって、もう本当忖度に過ぎないんだけど、きっとそれは言ってもうまくいかないよとか言うんでやらないっていうのを、まあ、フアニズムって言葉で表現してみたわけ、ね、そうですかね。でこれから先はやっぱり、不安ニズムにとらわれるんじゃなくて、不安を消すためにはやっぱり一番いいのは前向きなね、光のある行動と言葉しかないっていうことを理解して、はい、そこを大事にするべきだなっていうことを感じてますね。はい、コミュニティラジオ局 FM 戸塚、そして福祉番組ラジオファミリア、何かこの不安ニズムから脱出したい人たちが集まってきているような、そんな予感が今するんです。そして表現すること、テレビだと恥ずかしいけどラジオだし地域の放送局だから、あゆらさんの番組に出させてもらいたいとか、何かこんなことを発言したいっていう方たちがね集まってきているような気がして、先生ここをラジオファミリア踏ん張って頑張っていこうと思っているんですが、そうですね、やっぱり前向きな気持ち、自分は本当何したいんだろうっていう気持ちと、あとやれば何かその先にきっと光が見えてくるだろうっていうのは失わないで、積極的にいろんなことをしてほしいなと思いますよ、ね、ました。ありがとうございます、はい、先生。そして今この時期、まあ、6月のもう後半になります。暑くなってきましたが、今日もスタジオの中もずいぶん暑かったんですけれども、ヘルパンギーナとか、まあ、子どもたちの間では孫なんですかね、なりましてね。そうしましたらこういったものが今ずいぶん、なんで水場の感染症っていうんですか、まあ、夏風邪ってどっちかというと水場みたいなところで、はい、移っちゃうことが多くて、水場でジャブジャブと足を使ったり、結局粘膜 に、はい、ウイルスが出てくるようなのが多くて、要するに粘膜がやられるようなやつね、ヘルパンギーナの、はい、口の中の粘膜が手足口みたいなものとかね、はいはい、そういうのがアデノウイルスなんか目のところの結膜のところに出て、まあ、プール熱なんて言われてプール開きの時に出てくるんで、はい、そういう名前がついてるんですけど、まあ、これは小さい子たちしかかからない、そんなこともない、
大人でもやっぱり小さい子の中で流行ってそれが大人にもかかってくるみたいな。でまあ、 あのマスクもねやっぱり子供たちはもう真っ先に今は外して数、はい、まあそうでないといけないと思うんですけど、はい、やっぱり風邪とかってそういうものにかかって抵抗力つけていかないと大人になった時に何か今回みたいなコロナとかやった時にやられるとは思います。だからあの完全に隔離してればあの安全に長生きできるわけでもないと思うんですね。やっぱり自然の抵抗力をつけながらやっていくっていうことも重要であって、まあ、それに予防接種組み合わせながらあの人類っていろんな感染症を克服してると思いますからね。今はやっぱりコロナ抜け出して、まあ、徐々に本当マスクを外していかないといけないんだろうなとは思ってますけど、これからねどんどん暑くなりますから、あの子供たちぐらいは本当元気にあのマスク外して外であの走り回ってほしいなと思ってますね。はい、はい、久保先生ありがとうございました。これからもラジオファミリア本当にもう応援してくださって、もうその前のハグザライフから合わせるともう10年なんですよ先生、はい、本当に ありがとうございます。この、ね、また番組を通して先生のポイントポイントでメッセージをいただきながら私たちも久保先生のお声を聞いて安心していきたいと思っています。先生ありがとうございました。ありがとうございました。今日のスモールコミュニティのつながる翼のコーナーでした。それでは次のコーナーはラジファミ伝言版です。かつて駅にあった伝言板のように誰かに伝えたい思いや情報をシェアするというラジファミ伝言板、今日は第5週ですからフリーということでね、ずっとお届けしていかなければと思いながら伸び伸びになっていた今日は自転車事故を防ごうという平戸の暇爺からのこのメッセージご紹介していきます。その後は妙法寺の2つのお知らせです。自転車事故を防ごう。この度自転車で通行人のすぐ脇をすり抜けるとき、あるいはバス停などで立っている人たちのそばを通るときはすぐに止まれることができるスピードで走る会という長たらしい名前の会を発足しました。会員総数は現在私を含め1名でございます、という平戸の暇爺のメッセージだったんです。2023年の1月の某新聞の読書欄にこのような投稿がありました。小生はながらスマホ事故に遭遇しかけました。相手は自転車に子供を乗せた女性で、歩いていた小生に注意を払わず無心に画面を見ながら迫ってきたのです。正面衝突は避けられましたが、女性は全く知らぬ顔をしてすれ違っていきました。この新聞のタイトルは自己中心が通る社会というものだったそうですが、平戸の暇爺、私もと続けています。このような経験があります。散歩中の幅が1メートル少々の狭い歩道でしばしばありました。狭い歩道ですれ違う時の風圧を受けドキッとすることがよくあります。特に背後からかなりのスピードで追い越された時には本当に恐ろしいです。私が偶然よろけたり自転車が少し横にずれれば激突です。想像するだけでゾッとします。また正面から向かってくる場合、立ち止まっている私が単なる置物か何かのように知らぬ顔ですり抜けていく人が多いように思います。そのためか時々会釈をされたり、本当に稀ですが自転車を降りてくださる方に出会うと嬉しくなってしまいます。先日私が住んでいるところから数十メートルの交差点で自転車と歩行者の衝突事故があり、警察署の目撃者の情報提供をお願いする張り紙が貼ってありました。自転車と歩行者の衝突事故では多くの場合歩行者が大きな被害を被ることがほとんどだと思いますが、小さな子どもを乗せている人が多い現状を考えると子どもの怪我も心配になっています。また加害者の人は一生重苦しい気持ちを持ち続けることになるでしょう。
自転車に乗る人のマナーとして人のすぐ脇を通過する際は降りて歩くことがベターですが、乗ったままであれば何かあったらすぐ停止できる速度に落とすべきです。しかしなぜだか逆にスピードを上げてしまう人が多いように感じます。早く通り過ぎたいという気持ちからなのでしょうか。今年はこういう会がたくさんできますことを切に願っております。平戸のひまじいからいただきました。ありがとうございます。ラジファミ伝言版その2、東戸塚ライオンズクラブ主催の第26回チャリティーほおずき市が7月8日土曜日午前9時から午後3時まで戸塚区那瀬町の妙法寺で開催されます。夏の風物詩ほおずき八のほか、焼き鳥、焼きそば、かき氷、飲み物、そしておもちゃコーナーなど内容盛りだくさんです。日本の夏を感じにお出かけになってみてはいかがでしょうか。リスナープレゼントが FM 戸塚からあります。このほおずき市でほおずき一鉢とかき氷と交換できるほおずき市前売り券を6名様にプレゼントいたします。お申し込みは今日6月30日の24時が締め切りとなっています。簡単な応募で受け付けます。メールアットマーク fm-totsuka.com、 ここにほおずき市プレゼントと入力して氏名、住所、電話番号を明記の上メールにて応募してください。たくさんの応募お待ちしています。ラジファミ伝言版その3、その那瀬町妙法寺の6月の伝言版、ポラリス美智子ちゃんから届けられました。文筆家田坂博史さんの6月妙法寺の伝言版、幸運は不幸な姿をしてやってくる、幸運は不幸な姿をしてやってくる、ポラリス美智子といただきました。今日のラジファミ伝言版でした。ありがとうございます。ラジオからこんにちは。このコーナー、ラジオからこんにちはは、病気と向かい合ってるみんなを応援したくて作ったコーナーです。病気のみんな、兄弟さん、そしてご家族の皆さんを応援したくて、地域の企業の方たちがスポンサーとなってお届けしている10分のコーナーです。今日も施設ポスト、トットポスト、ポーストン、レインボーボックス、ロボットポスト、レゴブロックポストなど、いろいろなポストから私のところにメッセージがたっぷりと届いています。さっきもね、スタッフが届けてくれました。新しくなった封筒、神奈川県立茅ヶ崎、支援学校総務グループリーダー小川先生からも届いていてね、2通のリクエスト曲が入っていましたよ。みんなからのメッセージ、音楽の授業でして、この曲をかけたからということでね、来週どちらか1曲だけになるかもしれませんが、お届けしていくことにしますね。この番組、ラジオからこんにちはは、野村証券戸塚支店ほか各社の提供でお送りしています。さあ、その他にも神奈川県立子ども医療センターからも、毎週毎週総務課から杉田さんがポストを巡ってくださって、集めて私のところに送ってくれています。今日はね、3曲お届けできそうかな。ドキメキダイアリーを夜遊びのアイドルと、もう少しだけで挟んで3曲お届けします。 FM 戸塚のホームページの番組宣伝の中にも、ゲスト情報の中にもね、載せてありますのでね、今日確認してもらうと、あ、今日はこの曲がかかるんだなって分かってもらえると思います。もう少しだけアイドル、ドキメキダイアリーを今日は
かけていきますね。まずメッセージを読んで、そして楽曲は削除となってしまいますが、 YouTube のアーカイブにこのコーナーも載せていきますので、ぜひ聞いてくださいね。夜遊び、もう少しだけをくれたのはおすずさん、ね、夜にって書いて消してあるからね、夜にかけるだったり、これどうしようかなって思ったんでしょうね。でももう少しだけ、おすずさんありがとう。そして夜遊びのアイドルをくれたのはみーさん、ありがとうございます。ドキメキダイアリーは、鎌倉正人さん、ありがとう。そして鎌倉正人さんは吉武慎介さんがいつも面白い本を出してくれてありがとうございますってね。神奈川県立子ども医療センターには吉武慎介さんのたくさんのね、絵がポスターが貼ってありますしね、本もいっぱいあるでしょう。私もね、見えるとか見えないとかっていう吉武慎介さんの絵本が大好きで、これは、親友のリエさんからプレゼントしてもらったんですけれどもね、今ねスタジオにも置いてありますよ。鎌倉正人さんも吉武慎介さんね、笑っちゃう本もいっぱいいっぱいあるし、新しい視点を教えてくれる、そんな風にも思います。さあ、その他にも糸というリクエスト、中島みゆきさんの糸が2通あって、これはももりんと、そして本名です、糸さんからいただいたね、神奈川子ども医療センター良くなるといいなって書いてくれました。ももりんも久しぶりですね、ありがとうございます。この糸は来週お届けするということで、よろしくお願いしますね。さあ、それではドキメキダイアリーをアイドルともう少しだけで挟んでお届けする、今日のラジオからこんにちはです。それでは行きたいと思いますよ。みんなリクエストありがとう。なんていい歌なんでしょうね、夜遊びのもう少しだけ、もう一度じっくりと歌詞を味わいたいと思いました。いろんな歌を教えてくれてみんなありがとうございます。病気と向かい合っているみんな、兄弟さん、ご家族を応援していくこのラジオからこんにちは。ここまではカフェコッチ、任天堂薬局ほか各社の提供でお送りしました。今日のラジオからこんにちはのコーナーでした。スタジオの外からですね、立ち寄ってくださって、覗いてくださってありがとうございます。あ、手を振っていただきました、ありがとうございます。今は雨は止んでいますね。さあ、それでは最後のコーナー、福祉イベント紹介コーナーです。明日から7月ということで、さまざまなイベントが再開のところもありましてね、本当に嬉しい限りでありますが、戸塚夏祭り2023、7月15日土曜日12時から20時30分まで行われます。子どもたちに夢を受け継がれる夏祭り、コロナ禍を乗り越え再び子どもたちに夢をということでね、開催場所は戸塚小学校前近郊、主催が戸塚夏祭り実行委員会、実行委員会の皆様本当にご苦労様です。7月15日の今年は土曜日、12時から20時30分まで、一方通行などの規制もあります。たくさんの方たちがいらっしゃいます。たくさんの縁日が出ます。ご家族で楽しめる縁日も140店舗出店の予定ということ、当日会場は歩行者天国ということ、そして1本国道1号線寄りのほのぼの祭り、これはほのぼの昭和会の皆様が、ほのぼの昭和会のこの商店街で繰り広げられる裏戸塚の隠れた名店が多数出店とあります。ほのぼの祭りも行われます。そしてなんと前日、これはもうどんな曜日になろうと、いつもそうなんですが、7月14日はお札巻きです。300年以上の歴史を継承するお札巻き、これは横浜市指定無形民俗文化財となっているお札巻きが14日の土曜日、
失礼いたしました、14日の金曜日、夕方から行われます八坂神社のお札巻き。まずは八坂神社の中で白塗りの姉さんかぶりの男衆たちが着物を着てほっぺた真っ赤にしてうちわを持ってお札を巻くんですが、その踊りをして人踊りをして、そこから町内を練り歩いてそれぞれの場所でそろそろ巻こかって歌を歌いながらね、子どもたちの幸せを祈る歌なんですよ。そしてお札を巻くというもの、地面につくまでに拾うことができればいいことがありますよって聞きました。八坂神社のお札巻きは7月14日金曜日の夕方、5時30分頃から八坂神社でスタートするということです。いよいよ祭りも始まるなと本当に嬉しくなっています。2023戸塚夏祭り7月15日土�曜日12時から20時30分そして前日の7月14日八坂神社お札巻き17時30分ごろから境内で、このお知らせお届けしました。今日の福祉イベント紹介コーナー、福もしも幸せの意味であります。さあ福祉イベント紹介コーナーも終わりまして、残り時間5分10秒ということでね、皆様からいただいたメッセージをお読みしたいと思いながら全部読めなかったらごめんなさいです。ですね、そうそうツイッターね、ここにもリプライでリエさんがメッセージくださったり、コロミヤさんは弥生さんとリュウジカレー、これはなかなか合わさなさそうだけど面白いですねってコメントくださったり本当にありがとうございます。ツイッターもこれからもね、お届けしていきますので、ぜひともリプライなどいいねもよろしくお願いします。そして嬉しいことがありました。東戸塚駅で白杖白い杖をついている方と出会いましてね、何かお手伝いしましょうかということで話が盛り上がりました。途中から目が不自由になられたという方ならではの視点でお話しくださいました。番組の中にもラジオは友達だと言ってくれる平塚盲学校や横浜志望の皆さんが遊びに来てくれるんですっていう話をしたらね、そうですかって嬉しそうに話してくださいました。お名前言っていいということでね、前田さんありがとうございます、聞いてくださいね。そして嬉しい出会いは本当にいろんなところであってね、ティーベリー豊田屋さんのジャズというリンゴが大好きで、ニュージーランドのリンゴ、またこれを今日はちょっと千葉のお友達にと思ってね買い求めに行った矢先、私もジャズが好きですってお話しくださったジャズの君さんと呼ばせていただきますけれども、ジャズはやっぱり美味しいわよねって、小さなニュージーランドのテニスボールぐらいのリンゴ、硬くてちょっと酸っぱくてこれよねってジャズの君さんと意気投合しました。名刺を渡させていただきましたので、もし今日聞いていたら嬉しいなと思います。ジャズの君さん、ジャズのリンゴの談義をまたこれからもしましょう。ポラリスみちこちゃんからもいただいていますね、ありがとうございます。もう7月半分ですねっていうことで本当ですね、ありがとうございます。ぼうちゃんからも番組聞いてますよ、福祉活動応援しています、ラジオファミリア弥生さんへってぼうちゃんからです、ありがとうございます。それからサバトラさんからも、今朝見つけたカナブン、この後どこかへ飛んでっていきましたということで写真を送ってくれさってありがとうございます。写真にはバオバブ、5月に新芽を出して成長していますが大きくならないでほしいです。暑い夏が始まっていますね、どこかでセミも鳴いていますといただきました、ありがとうございます。それから幸い夢広場さんからもいただいています。新川崎にある幸い夢広場さん、里山なんです。友の会も6月で丸23年になり、雑木林も花桃の丘周辺の木々も大きく育ち、夏を迎えて葉っぱの緑も一段と濃くなり、紫陽花や金芝居満開です。
絶好の緑の散策コースです。いらしてくださいという新川崎から、ね、歩いて15分ぐらいです。幸い夢広場検索してみてください。私はそこの友の会のメンバーでね、お手伝いはなかなかできないんですけれども、大好きな場所です。ありがとうございます。江崎さん、佐々木さんからね、幸い夢広場のお知らせ、メッセージ、お手紙いただきました。さあ、そしてモレラ東戸塚七夕祭り、7月7日つまり来週の金曜日に行われます。このモレラパークでチャリティー七夕祭り、 FM 戸塚パーソナリティによる読み聞かせ、これは10時半と14時から2回、さらに流しそうめんは14時から行われますのでね、季節の風物詩流しそうめん、ぜひいらしてください。本物の竹を神谷部町内会の皆さんが切って、そして加工して持ってきてくださいます。子どもたちは大喜びです。チャリティー、東日本大震災のチャリティーとしての一環として、この流しそうめんも行いますので、ぜひともお近くの皆様いらしてください。そうめんがなくなり次第終了、14時からスタート、15時頃まであるかなという感じですね。ありがとうございます。さあ、そしてあとは全部読んだかな。プロレス読んで、そうめんも読んで、ということで皆様ありがとうございます。スタジオ外からずっと応援してくださってね、暑くないですか、大丈夫ですか、ありがとうございます。皆様と共にお届けしてまいりました、福祉情報発信番組、福も死も幸せの意味。いつも扉を開けて皆様からの情報をお待ちしています。パーソナリティ、相浦弥生でした。また来週、さようなら。